キューズモールミノーキューズモールミノーキューズモールは、大阪府ミノー市にある複合型ショッピングセンターである。同施設は、地里丘陵に広がるミノー市の新都心、茅野の中央地域の商業の中心として、109シネマズをはじめ、食堂、フィットネスジム、隠し店舗などを併設した、イースト・ウエストの2つのショッピングエリアと、イオンスタイルミノーとの3ゾーンでの構成となっている。 これらの施設は2階にあるペデストリアンデッキで結ばれている。なお、本ペデストリアンデッキは市道として建設されており、国道423号をまたいでいるため、大阪方面から見ると道路上に建物があるような印象を受ける。また単なる商業施設としての機能だけでなく、丘陵地にふさわしい自然の雰囲気を大切にした演出効果も用意されている。なお、 設計志向は、鹿島建設である。2013年10月9日をもって、施設名を、ミノーマーケットパークビソラから、ミノーを、キューズモールに変更。ここへ、アベノキューズモールと共に、キューズモールブランドに統一された。2020年に、リニューアルされた。旧名称のビソラの語源は、以下の各国語の合成語である。送迎シャトルバス。ありがとうございます。